はい、こんにちは、サングラス1号です。今回は2022年秋冬の新作に大変多く発売されたキャップを3つご紹介したいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずはこちらの商品です。エクセロフトサーマランドキャップです。このフェイクファーが、おしゃれで寒い時期身につけてコーディネートしたいなと思って購入しました。商品情報は、保温性、耐久性を備えた中綿エクセロフトを使用したキャップです。肌触りのいいシャミーズを裏地に使用しています。収納や洗濯を繰り返しても保温力は損なわれません。つばが折りたためコンパクトにまとめられます。耳当てに暖かなフェイクファーが付いていますということですね。素材は、表地には40デニールナイロンタッサー、撥水加工もされていると。で、裏地にはシャミーズですね。あとは耳当ての部分にはアクリルポリエステルで使われていると。で、中綿にはエクセロフトという、これもモンベルさん独自の素材ですよね。で、平均重量は 99g で、カラー展開はブラックとタン、こちらはタンですね。で、サイズは SML と3種類で男女兼用となっています。特徴は背面のアジャスターがありますよということです。こんな風にちょっとおしゃれに翼みたいにフェイクファーを立てながら着用もできますし、本当に寒い時はこのフェイクファーを下ろして、直に耳を温める着用もできます。裏側こんな感じになりますね。で、サイドはこういう感じで、つばの長さ測ってみたいと思います。ホームページには記載がなかったので、ね、6.7 センチぐらいですね。こう耳の部分のフェイクファーは、すすきと同化するこんな瞬間も撮影できたりですね。なかなか、ユニークさもあって可愛らしさもあって温かさもあるキャップかなと思います。特にやっぱこの寒い時期はいろんなキャップがあるんで、今回の新作かなり新しいキャップ、モデルチェンジしたキャップいろいろありますので、ね、ぜひ楽しんでみていただけたらと思いますし、その中でも一番面白みのあるキャップかなと思います。で、それでいてあったかいと、おすすめのキャップです。はい、続いての商品はこちらです。クリマプラス100プリントオーディイヤーウォーマーキャップです。こういうデザインがされているタイプのキャップですね。コーディネートのアクセントにもなるので結構使い勝手もいいかなと思います。商品情報は、抜群の伸縮性を備えた薄手のフリース素材クリマプラス100に華やかな柄をあしらった耳当て付きの温かなキャップです。普段使いやトラベルなど様々な場面で活躍します。耳当てがいらないときは外側に折り返してかぶることができますということですね。今は折り返して使っている状態ですね。素材はクリマプラス100とトップスのフリースとかでもよく使われている素材で、運動性と快適性を併せ持つ、比較的薄手のフリース素材、ドライで快適な着心地が持続しますという素材ですね。で、平均重量 70g、 カラー展開は4つあります。サイズは SML3 種類男女兼用になっています。つばの長さは7センチとですね。モンベルさんは結構無地が多いので、こういう柄があるウェアがあるとやはりアクセントになって、ちょっと華やかなコーディネートにもなるかなと思います。山でも普段使いでもトラベルでも使えますし、折り返してる部分もアクセントになってるますし、こんな風に外すボタンになってますね。じっと外すとこうやって耳当てにもなると、今側も外すと耳当てになるので、こんな感じでかぶれます。だいぶ暖かいですね、耳の方がだいぶ暖かいですね。で、こんな風にボタンをつければ通常のキャップのようにもかぶれます。裏地は特になくて、同じクリマプラス100の素材になる冬らしい雪の結晶のようなデザインですね。で、4種類カラーありますが、それぞれこの柄も
違うんで、まあ、お好みの柄をチョイス、お好みのカラーをチョイスして着用いただけたらと思います。今回出た新作のうち、クイーパンプラス100と、まあ、こちらですね、200もあります。まあ、200の方が厚手で、より暖かいんですが、無地なんですよね。で、この100の、これだけが柄もあるラインナップになってるんで、もう200よりも薄手でも、この柄のあるキャップがいいなと思って購入しました。暖かい方を選ぶ方は、ぜひ、まあ、クイーパンプラス200を選んでいただければいいかなと思いますし、柄があって面白そうだなと思う方はぜひこのプリミアムプラス100のぜひこのプリントオーディイヤーウォーマーキャップを選んでいただければいいかなと思います。おすすめのキャップです。続いてはこちらの商品です。ウォッシュアウトストレッチコットンスムーズキャップナンバー5となってます。この色合いが深みがあって、普通の黄色じゃない、普通のイエローじゃない感じが気に入って購入しました。商品情報は、ストレッチ性がある生地でストレスなく頭の形状にフィット、製品加工後に洗いをかけて自然な風合いに仕上げていますということです。素材はコットンとポリウレタンで、平均重量は 73g で、カラーはこのナンバー5は1点だけイエローですね。でサイズ展開は SML と男女兼用になっています。でつばの長さはちょっと長めの 7.3 cm あります。このウォッシュアウトっていうのも今回の新作で出てまして、ナンバー7、7種類あるんですね。でそれぞれここの、マークというか、スポーツのマークっていうんですかね、これは山なんで、登山を指してるんだと思うんですが、まあ、自転車だったり、カヌーだったり、あと魚のマーク、まあ、釣りですよね。いろいろ7種類あると。それが面白いなと思って、僕は登山がメインなんで、まあ、登山の山のマークの、このイエローを選びました。まあ、これは山でも当然使えるんですけども、普段使いもしていきたいなというキャップですね。日差しよけも十分できるので、やっぱ長い方が、僕はつばの長さは長い方が好きですね。まあ、今回3点、どれもやっぱお手入れは、まあ、形を整えて日干ししてくださいというのは常に全て書いてありますね。アイロンとかドライヤーは変色とか変質などの原因になるので使用しないでくださいとあります。このウォッシュアウトのストレッチコットンスムーズキャップに関しては、ちょっと多少色落ちするということなので、他のものと分けて洗ってくださいっていうのはありますね。つばの大きさにも違いがこうデザインによって出てきますね。一番小さい 6.7 センチ、7センチ、7.3 センチになってます。はい、いかがだったでしょうか。今回は2022年秋冬の新作のキャップ、3つご紹介させていただきました。いろんなデザインのキャップだったり、寒さに応じていろんな暖かさのキャップがあるので、まあ、そういうのも楽しみながらぜひ選んでいただけたらなと思います。まあ、今回の動画が少しでも役に立ったなとか、良かったなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは別の動画でお会いしましょう。バイバイ。